あれ、ひろきさん、かくれんぼをしてますね。と思いのあなた、正解でございます。正解です。ちょっとですね、子供に帰ったような気持ちでですね、ちょっと今仲間とかくれんぼしてたところなんですけれども、そんなことはどうでもよくて、今日何についてお伝えさせていただくかと言いますとですね、交番になっている時はですね、うまくいかなかったなというふうに私の、人生を、ちょっと通してですね、うまくいかなかった時って、高慢な気持ちになってた時だなというふうに思いまして、それをシェア、させていただきたくて、こうして動画を撮ってるんですけれども、人間ですね、やっぱり自分が偉いみたいな感じで思いたがる、生き物だと思うんですね。やっぱり俺はすげえぜとか、俺やってやったぜみたいな感じでですね、自分がすごい、そういうふうにですね、偉そうに、したい気持ちっていうのは私もやっぱりあってですね、ただですね、そういうふうになってしまうとですね、こいつ何偉そうなことやってんだよみたいな感じで、人がついてきてしまう、人がついてこなくなってしまったりですね、結構感謝できなくなっている状態なので、謙虚にですね、仕事私がやります、その仕事させてくださいみたいな気持ちがなくなってしまうと思うんですね。なのでそういう時はですね、本当に仕事とかうまくいかなくなってしまうので、そういうことを意識してですね、今日も一緒に頑張っていけたらと思います。ありがとうございます。